す。どうしたんだ？朝日様じゃないっすか。ちょうどいいところに来てくれたっす。実は。なるほど、コピー DVD を売りさばいてる連中がいるのか。最近になってまた出現し始めたっす。本当は自分が成敗したいんすけど、仕事で無理っす。だからお願いっす、自分の代わりに成敗してほしいっす。秋葉原の平和を乱すものを放っておくことはできないっす。ま、ナナの頼みならいいよ。ま、マジっすか？だけど、成敗って一体どうしたらいいんだ？もし危ない目に遭いそうになったら、牧島一家の名前を出せば大丈夫っす。牧島一家？バックには牧島一家がいる。じゃなくて、牧島一家のお使いだと言えば大丈夫っすよ。ん？とにかく大丈夫なんす。秋葉原の街を回って怪しい雰囲気の人を問いただしてほしいっす。できれば違法コピーの出所も突き止めてもらえると助かるっす。さあ、ちょうどいいところに来たね。アニメとかに興味ないかな？え？もしかして？ほら、最新アニメの DVD だよ。とっても安いんだ。1枚買ってかない？すみません、パッケージを見せてもらってもいいですか？パッケージはないんだ。その代わり、どこよりも安くしておくよ。ってことは、つまり？どうかな、今だけ特別、3枚で2000円で構わないよ。これ、違法コピーですよね。ちゃ、めんどくさいガキだな。やっぱり違法コピーだからどうした？こんなに安く売ってやるんだ。慈善事業だろ。で、買うのか買わないのか、どうするのかさっさと決めろって。うわ、俺、牧島一家のお使いで来ただけなんです。だから買うとかそういうのじゃなくて。え、ここは牧島さんの島なのか？それはすまない、今回のことは忘れてくれ。え、逃げた？って、出所聞けなかったな。よし、次はちゃんと聞かないと。っていうか、牧島一家って何なんだ？好きじゃないから。え、アイドル？そうそう、アイドルだよ。ライブ DVD が格安で販売中なんだ。それってもしかして？ほら、どうかな。パッケージはないけど中身は高画質だよ。その DVD 一体どこで手に入れたんですか？友達から安く仕入れたんだよ。その友達ってどんな人なんでしょうか？探りを入れてんだな。うわっ、お前、
どこなもんだよ。一体誰の差し金だ。牧島一家の。すまん、俺のことは忘れてくれ。だから牧島一家って何なんだよ。奈良に確認しに戻ろう。逃げてったけど。さすが朝日様っす。すごいのは俺じゃなくて牧島一家っていう名前だと思うんだけど。行く。牧島一家って一体何なんだ。なんか出したらいけない名前な気がするけど。そんなことないっす。ほら日曜日のアニメでもあるじゃないっすか。牧島さんっす。気のいい大家族のおばちゃんっす。誰だ。これで現場は押さえたぞ。男と歩いてるお前が悪いんだ。なんだよあいつ。もしかして雑誌記者か。でもどうして。リッピョン。わごめんなさい。リッピョンこそ大丈夫か。写真撮られちゃったみたいだけど。はい、リュウなら大丈夫です。むしろ名誉あることだと思います。え、どうして。だってアイドルだったら雑誌記者に狙われなきゃいけませんから。それだけ注目されてるってことです。リッピョンはいつも前向きなんだな。いえいえ、だけど朝日さんたちに迷惑がかかるのは良くないですよね。いや、俺は別にいいけど。それに気になるんです。リッピョン。朝日さん、今の記者さんを探しましょう。お店があるっち、アイテム補充するっち。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。何が見つけましただよ。可愛くぶりやがって。くそ、逃げられた。朝日さん、追いかけましょう。もしかしてそいつって。その記者さん、どちらの方へ行きましたか。あっちの方だから、きっと裏通りじゃないかしら。朝日さん、行ってみましょう。お店があるっち、アイテム補充するっち。休憩ポイントっち、おいらは疲れ。逃げ切れてね。朝日さん、いました。
こっちには気づいていないみたいだな。リュウ、注意しに行ってきます。いや待てって。え？このまま近づけばさっきの二の舞だ。ここは挟み撃ちにしよう。なるほどです。ここで待っててくれ。俺反対側に行ってくるから。まあもう追ってこないだろうね。誰が追ってこないだって。なこっちにもいますよ。くそ、うわ、奥に逃げられました。安心しろ、あっちは行き止まりだ。そこまでだ。くそ、追い詰めましたよ。ひん、何が望みで。さっきの写真を消せとでも言うのか。いえ、違います。え、じゃあ、なんだって言うんだ。あの、どうしてですか。どうして、リュウの写真を撮ったのでしょうか。どうしてだと。はい、リュウはそれが知りたいんです。そんなの決まってんだろ。その手の趣味のやつに売るんだよ。その手の趣味。ああそうだよ、いるんだよね、そういう趣味の男が。男連れの女に興奮するやつや、すっぴんじゃなきゃ興奮しないやつとか。それじゃあ記者さんじゃないんですね。はあ、記者なわけねえだろ。つかお前誰なんだよ。それは。おい変態カメラマン、お前いい加減にしろよ。朝日さん。なんだよ、男は引っ込んでろよ。そのカメラちょっとよこせ。あ、何をする。データ消しといたから。くそ、覚えておけよ。覚えておくのはお前の方だろ。んだってリッピョンはいつかトップアイドルになるんだろ。ありがとうございます。いいんだ気にするな、なんかムカつくやつだったしな。それじゃ行こうぜ。リュウもいつかトップアイドルに。だけどその前に。妄想ね。やっぱり侵食は止まらないのかしら。カノンの仕業だっていうのか。わからないわ。だけどこうして新しい妄想が侵食をしている。それにほら、また名刺が落ちていたんです。無関係とは言い切れないわね。入り口は。ううん、まだみたいねえ。朝日、この妄想何に見えるかしら。なんだ、なんかゴシックな感じだな。お人形さん。ここって名前はレディオ会館だけど、カードやグッズが売ってるのよね。ああ、あとはフィギュアの店も多いかな。新品から中古まで。フィギュアの妄想でしょうか。だけどちょっと違うような。あの、お取り込み中申し訳ございません。え、少しだけお時間をいただけないでしょうか。どうしたんですか。実は人を探していまして。このお嬢様に見覚えはございませんでしょうか。お嬢様の名前は真田琴美。真田家の一人娘の17歳、高校3年生でございます。うわー、お人形さんみたいな女の子ですね。ゴスロリ君。あれ、え、うん、ちょっと朝日、
どうしたの？俺知ってるよ。この子を知ってる。お嬢様とお知り合いなのですか？いや、知り合いっていうか、昨日この辺りで見かけたっていうか。なんなのあんた。え？いや、俺はただ。近寄らないで、汚らわしい、けだもの。それに、話しかける許可を出した覚えはないわ。私と話したいのなら許可を取りなさい。そして今すぐ私から離れなさい。半径1メートル以内に近づくことを禁ずるわ。散々ののしられたなんて言えないしな。ん？何か言ったかしら。言ってない。決して何も言ってない。それでこれは大変失礼いたしました。つい自己紹介が遅れてしまいました。私の名は西園寺吉野と申します。真田家に仕えるメイドでございます。わわ、もしかして本職のメイドさんですか？さようでございます。もうかれこれ10年以上仕えております。へえ、本物のメイドさんっているもんだな。吉野さん、それで琴美ちゃんはいつから行方不明なんですか？今朝目を覚ましたら家からいなくなっていたのです。そしてお嬢様の机の上にこのようなものが残されていて。これってカノンの名刺か？やっぱりそういうことね。吉野さん、詳しく聞かせてもらえませんか？琴美ちゃんの趣味とか好きなこととか行きそうな場所とか。それがここなのです。え？ここ？はい、レディオ会館でございます。お嬢様のお気に入りのドールショップがございまして。ああ、確かに入ってたな。結構上の方の階だったっけか。もしかして吉野さん、もしよかったら琴美ちゃんの写真を貸してもらえませんか？私たち探すの手伝います。本当ですか？ですが、気にしないでください。遠慮はいりませんから。いえ、そうではないのです。ちょっとお写真はお渡しできなくて。お嬢様のプライベートなものでして。それと私のコレクションが。ん？いえ、何でもございません。もしよろしければ代わりにこちらを。わわ、似顔絵ですね。とってもお上手です。すげえ。これで大丈夫です。それじゃあ吉野さん、お互いに頑張りましょうね。本当にご協力いただけるのでしょうか？はい、任せてください。ありがとうございます。私もお嬢様を探し続けますので、何かありましたらご遠慮なくお申し付けください。それでは失礼いたします。さて、目標が決まったわね。カノンさんの名刺、それにドールがお好きだそうですよ。ってことはこの妄想って。少し変わっていますが、ドールの妄想といったところでしょうか。レディオ会館を侵食してもおかしくない妄想だな。琴美ちゃんはカノンと出会い、そしてドールの妄想は生まれた。うまくいけばカノンにたどり着けるかもしれないわ。俺ちょっと気が進まないかも。なんだよ、怖いのか？いや、そっちじゃないんだ。え？それじゃあ琴美さんの方ですか？いや、別に。もうシャキッとしなさいよ。はーい。